どうもこんにちは、鉄道好き芸人普通の鈴川彩子です。本日はこちら、プラレールショップ限定103系大阪環状線のプラレールを紹介します。はい、こちらの103系という車両はですね、1963年に登場して全国で幅広く使われている車両でございます。はい、大阪環状線でもね、69年から使用されていて、こちらのプラレールになっているのは高運転台がモデルとなっております。はい、ちゃんとこれもね、ちゃんと大阪環状線で書いてあったり、いいですね。細かい 36M とかね、細かいところまでしっかりと作られております。こちらはですね、2013年の4月に大阪にプラレールショップが誕生したことを記念して作られたプラレールでございまして、はい、プラレールショップ限定販売となっております。それでは早速走らせてみたいと思います。そしてそのレイアウトがこちら。はい、やっぱりね、大阪環状線ということでね、はい、環状させてみようかと、早速走らせてみましょう。スタート。おお、早い早いあ、もうぐるぐるですね。いやいや、だって1969年からこうやってね、103系は回ってきたわけですから、もうね、何周ぐらいしたんですよね。ちょっとこれもレトロな感じっていうかね、プラスチックの肉屋さんが逆にいいっていう、もういいですね。ちょっと目回りそう、なんかちょっと見てたらね、ちょっと酔っちゃいそうですね。固めようか、固めようかな、そろそろ。では、停車。はい、ということでですね、こんな感じで、はい、現在もね、103系は大阪環状線でぐるぐる回っております。はい、こちらはね、本当にそのプラレールショップ限定販売になっておりまして、まあ、なかなかね、遠方の方とかは買いづらいかもしれないんですが、まあ、ほんと103系もね、どんどんもうなくなっていっちゃうので、ぜひぜひこの機会に、はい、購入されてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、こちらプラレールショップ限定の103系大阪環状線プラレールでした。ありがとうございます。